はい、9月25日水曜日の相場解説、6時5分ですね。今日も楽しく相場見ていきましょう。えっ、ー、と、昨日とおとといとですね、もう売りだ売りだというふうに私は申し上げてきましたけども、まあ、こういうふうな形ですよね。今見えているところ、これ見てください。サンバガラスでしょ。 サンバガラスってわからない方はね、引いてくださいね。えっ、ー、とね、えー、陰線がどん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 出てますよね。この勢いのままどんどん売りに進むという形がここに見えてるかなというところですよね。トレンド転換をしたんじゃないかってことも申し上げましたあ。これを積み上げていくと、次4時間。4時間が見れるわけなんですよ。これ見てください。4時間でもしっかりとこういうふうにね、下の方に、あら、下の方にね、推移してますよね。すいません。なんか変な図になっちゃった。 下の方にね、推移してますよね。で、これがね、トレンドがこう向かってたのが、ああ、こうブレイクしてですね、下に向かってるところですよね。だからトレンド転換っていうわけなんですよね。では、1時間見てみましょう。1時間をね、こんな感じになるんですけども、これよく見といてくださいね。これが、あ今、この瞬間の1時間ですよ。で、実は昨日の20時。 昨日の20時の1時間足を見たときに、まあ、売りのタイミングですね。昨日は売りで行きますよって言ったんですけども、ずっと1日見ててもね、売りのタイミングがちょっと見つからなかったんですよ、1時間で。でも、ここに来てですね、ヒゲを出して、えー、しかも、陰線が出たというところで、私はここだと思ったんですよね。で、ここから、あー、売りのサインを私は出しまして、えーと、セル。セルの方に、 エントリーしたわけですよね。えー、そうすると、どうなったかということなんですけども、先ほどの図です。えー、20時から考えて、ほら、ね。ちょうどですよ。こういう風に引いて、ここで私がですね、ヒ、え、ゲ、ー、を出して陰線って言ったでしょ。そっから、ちょうど根っこから取れた下落波動ということになりますね。はい、で、落ち着いたんで、ここで、ここでね、 えー、先ほどいろんな動画を編集しながら見てると落ち着いたんで、これ見てくださいね。うん、もうこれで終わりだろうと思って決済を終了したところなんで、なんとですね、かなり取れましたよ。この根っこからいきましたからね、107円の7、おおむね720から取れましたんで。で、決済したのが、ここギリギリね。いやー、60ピップス弱。ね。 59. 何がしって出てましたけども、大きかったですね。うん。まあまあ、9月もこういうふうに気持ちよく終われたかなと。終わってないですけども、ズバッと取れたなと。売りだよ、売りだよ、売りだよって言っててね、こういうふうな大きな、これはちょっとボーナスっていうか出来すぎだったんですけどね、これだけ大きなのが来るときは。うん。で、買いだよって言ったときは、しっかりね、買いでも取れてますからね。 いやー、めでたし、めでたしということでございます。じゃあ、これからの動きなんですけども、ちょっと戻しましょうか。ここがね、落ち着いたように見えます。横ばいに入るんじゃないかなと私は思うんですよ。リアルタイムチャート見てみましょうか。うん、横ばいに入るような気がしますね。ですんで、まあ、今日一日は様子を見るだけになると思います。おそらくですね、もう一個、勢いをつけて下がるんではないかなと思うんですよ。それを、 ま、暗示してるのが、やっぱりこれですね。ここに大きなヒゲが出てるじゃないですか。ヒゲが出るってことは、上の圧力がかかったのと同時に、売りの圧力がかかって、さらに落とされてるってことですから、これはね、売り手の方がやっぱ多いんですよね。うん、売り手の金額の多い方にやっぱりついていくという、うん、そういう作戦でね。 えー、エントリーするのは明日からになると思いますけども見ていこうかと思います今回は珍しく夜取れたケースだったかなというところですねそれでは本日も頑張っていきましょう